ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。パルス東京が吹奏楽指導者と吹奏楽ファンのためにお届けする YouTube 番組、ゴーゴー吹奏楽、先生は黙ってて。今回もパーソナリティは滝田明さんと、はい、井上学の2人でお届けします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。吹奏楽の道シリーズ第2弾と題して、中学生高校生の皆さんに将来にわたってどう音楽を楽しむかということを、市民バンドの立場からいろいろお話をお伺いしてみたいと思います。それでは坂田吹奏楽団のことをお聞かせいただきたいと思います。坂田吹奏楽団は1971年に山形県内で2番目に創立した社会人吹奏楽団です。創立から50年以上の歴史を持つ地域密着型の吹奏楽団として、年2回の主催演奏会事業をはじめ、全日本吹奏楽コンクールへの出場のほか、ボランティア訪問演奏事業、公益演奏事業、学校教育支援事業の3つを重点活動として展開しています。坂田吹奏楽団の演奏会では定員1204名のホールにおいて来場者数が1000人を超えることも珍しくありません。演奏会ごとのテーマ性、流行を取り入れながらも来場者層を意識した選曲、独自性豊かな特別企画など回を重ねるたびに改善を図り、楽団固有の演奏会を開催しています。特に足を運んでくださるお客様への感謝を伝えることを大切にしており、発表会から演奏会へを標語として来場者本位の演奏会の開催を目指しています。坂田吹奏楽団は地域固有の財産として今後の成長と活躍が期待されています。山形には社会人吹奏楽連盟というのがありまして、今8団体ですかね、加盟しているところがあるんですけども、その中での交流がありまして、どっかの楽団にお手伝いに行ったり来てもらったりするんですけども、その度に、自分の楽団とは違った指揮の方の、で演奏できたりですね、いろいろな地域に行ってそこの名物なんかをいろいろ飲める飲めるあの社水連のジョイントコンサートもありますよ。はい、ありますね。2年に1回ありますけども、今、コロナ禍でだいぶ間空いてますが、そこで違った団体と毎回毎回2つずつペアになってですね、組み合わせたりして、やりますんで、1つの団体にこだわらずいろいろなところと交流できるというのがあります。私はですね、やっぱり大合奏ってすごい魅力だと思うんですけど、その聞くだけじゃなくて自分でこう楽器を演奏した時に、あ、この曲演奏したんだよって、世の中にすごいいっぱいたくさんいい曲ありますからね。でそれをこうやったんだよって言えるってことはすごいいいことだなと思ってて、で、市民バンドってとにかくその曲数多いですからね、やる曲数多いので、大変かなって思うところもあると思うんですけど、そこにはやっぱり飛び込んでもらって、やっぱり楽器が好きであれば続くと思うんですよね。だからこう、ずっとできるのがやっぱりこう楽器で、趣味として吹奏楽としてありますから、ここは魅力の一つじゃないかなと思います。そうですね、今岡部くんが言ったように、大人数でできるっていうところは、いろんな曲のジャンルができるので、それはすごく楽しいですし、あとはアンサンブルをしたいなと思った時に、今学校だとそのフルートが1人とか、人数が少なくてなかなか同じ楽器でのアンサンブルとかができないっていうこともあるんですけど、一般の楽団に入るとそれなりに人数がいたりするので、そういった同族楽器でのアンサンブルっていう楽しみもあって、そんなところをぜひ体験してほしいなと思っています。自分は、前回も話しさせていただいた通り、ちょっと横浜から坂田へのちょっと移住組ではあるんですけれども、坂田を養めるわけではないんですけれども、310万の都市から10万の都市に来たわけですよ。はい、そりゃそうだ。 でもですね、その坂田に来てこの坂田吹奏楽団の扉を開いた時に、今まであんまり自分がこう一緒に吹いたことのない音が練習会場から聞こえてきたんですね。
まあ、実に自分も恵まれてることではあるんですけど、その楽団のトッププレイヤーっていう方々は必ずいらっしゃって、あ、この人と一緒にアンサンブルしてみたいとか、この人と一緒に自分の音を合わせてみたいってなった時の自分のモチベーションの高まり方っていうのがあったから、十数年今自分もここで続けることができてるんだと思います。はい、そういう意味で大人になってから中学高校ではの、まあ、メンバー3年生で3年間だけですから、ちょっと固まってしまうところあるんですけど、それじゃない音をそこで発見した時の喜びですね、それが大きいなと思いました。自分の仕事は建設業なんですけども、まあ、年度末は当然、年度の切り替わりでとても忙しくなるんですね。忙しいですよね。どんと仕事がやってきますよね。はいはい、でそういう時期が、まあ、演奏会まで4月とかの演奏会になると1ヶ月ぐらいしかないということで、練習にもだんだん来れなくなりそうになるんですが、まあまあ、どれかを なんていうんですかね、やめないと そっちできないというふうなことはまあまあないので、なんとか時間は作れるというふうな形で、そういう気持ちでやっていると、まあ、どちらもうまくいくなというふうなことは今までの経験ではあります。うん、一つだけやめちゃうと、まあ、ずる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 どん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 やめていっちゃうのかなと、そんな形で続けてこれたのかなと思ってますね今は。はい、団長が忙しいときは年度末忙しいからあまり詰めないでください。これね、忙しいときに本業の仕事と音楽の趣味である音楽とね、両方やってると両方充実するんですよ。なるほど。忙しいからどっちかをやめたら、じゃあどっちかが十分できるかというと、そんなことはないんですよね。なるほどね。実はね。はい、岡部さんどうですか。はい、そうですね、私じゃあ大変な方の話しますけど、そうですね、こう副団長やってて、まあ、演奏会実行委員長もやってるんですけど、大変なところしかないんですよね実際。その、やる方となると、やっぱり演奏会一つ開催するっていうのは本当に大変なこと でただ、まあ、そのやったことにの達成感あるかって言われると、あるって言いたいところなんですけど、それも実際あるかどうかちょっとわからないんですけど、うん、でもそうですね、自分の中でこの楽器に占める割合って非常に大きくてですね、その、まあ、近年そのコロナ禍ありましたけど、全く触らない期間あったんですよねやっぱり。うん、でその時にこうふとした時にですね、あれ自分何やってるんだろうと思うタイミングがあって、その時にやっぱりこう楽器吹いてないと、あ、何も残らないんだなって思って、やっぱり楽器はこうやってないといけないなっていうふうにちょっと立ち戻ったところがあるんですね。うん、でそうですね、やっぱり吹けるっていうことってすごい特技であって、やっぱり自分の中でそのアイデンティティにもなるんだと思うんですけど、うん、なのでこう大変だけどやっててよかった。で先生はその両方充実するっていうんですけど、私はその忙しい時はちょっとこうどっちか少し力を抜きながらこうやれればいいかなという派です。いいと思います。いいと思います。いいと思います。僕はそうです。僕は両方休みます。ありがとうございました。菊池さんどうですか。まあ、先ほど、司会業もと言って紹介をしていただいたときに、仕事柄保育所をしているので、そこで、まあ、実際仕事で子どもに向かって関わっていることが、まあ、その司会業で訪問先に行った、幼稚園とか保育園とかに依頼演奏とか行ったりもするんですけど、そういう時にちょっと役立ったりするので、仕事も、音楽もどっちも楽しめて、そこはすごくどちらにもいいよくなってていいなと、はい、楽しめているなと思っています。自分もじゃあちょっと大変だった話と言いますか、役職としては、元演奏会実行委員長で、元事務局長だったりもしまして、そういうところの役職を引き受けるよというのを妻に言ったことはないです。引き受けたようならあります、はい、うん、引き受けることになったようですね、正確には。
まあそれで自分が坂田吹奏楽団に入団して数年経った頃に、まあちょっと自分は自営業なのでちょっと時間に余裕があるから坂田吹奏楽団のこともちょっと仕事として挟み込めま、時間は挟み込めますよと言ってしまったことがありまして、そうするとまあだんだん30代の時はそれでよかったんですけど、40ぐらいになるとだんだんそれがきつくなってきた時があるんですね。それで一回ちょっと数ヶ月ここを休団してちょっと心を整えたってこともあったんですけれども、まあそれは自分がそのまあこれも仕事とは同じなんですけれども、他の人に団の、やるべきことをこう振るってことができなかった人間なので、うん、それの時が一番辛かったですね。でもそれはあこれお願いこれお願いちょっと自分ちょっと忙しいからこれお願いしていいっていうふうに言えるようになったのもその40代になりかけの頃ですね。それがきっかけだったので、まあそういう意味では坂田吹奏楽団にまあ大人の中でそういうの中でちょっと自分としてもちょっと成長させてもらってんのかなっていうところもあります。応募っていうのはちょっと魅力があったんですね。なんだっけな、昔のオーケストラがやってきたでしたっけ。わかります、山本なずみさんがやってきたやつ、はいはいはい、で、宮本文明さんが出てらっしゃいまして、応募ってなんかキラキラしてるじゃないですかで、通るような音が出たと出るということが一つあったんですけども、で、まあ高校には応募がないということで、であんまり体は大きいんですけど、そんなチューバとかそっちの方で全然興味がありませんで、はい、でまあフルートから始めたということで、卒業してからは、自分仕事の関係でちょっと海外でも飛び島なんですけど僕は大丈夫です、はい、そこに3年間行きまして、それが終わってから やっぱりやりたいんだなというふうな気持ちがあったので、まあここにある坂田吹奏楽団に入れてもらったという形になります。坂田吹奏楽団に入られてからオーボエを。そうですね、はい、それはまた市民バンドからが初めて楽器変わるって武田さん珍しいっていうか、オーボエをやりたいから坂田吹奏楽団に入る。なるほど、なるほどそういう、はい、それが高校生の時からの念願を市民バンドに入って叶えたというですね。なるほどね、面白い話ありがとうございました。私はその実際楽器吹いてたっていうレベルですけど、小学校の時にマーチングバンドありまして、ピアノやってたので楽が読めるっていうことでこう連れて行かれたんですよね。でそこが一番最初だったんですけど、まあ、その後から金管さんにはまあご縁がないわけなんですけど、実際サックス吹いてるファゴットパート言うてんどうやねん、そうなんです、サックスパートかいな。そうなんです、まあ、今はですねちょっとファゴットの方をですね少し少々たしなんでおりましてまあその市民楽団に入ったきっかけっていうのも、その高校の時はですねそのサックス吹いてたんですけど、当時その教えてに来てくれてた方がですね坂田吹奏楽団の先輩のサックスの方だったんですよね。でその方からまあ上手だったんですね、うまいうまいとおだてられてですねそのままこう連れてこられたようなところがありまして、でそこからはもうこういった面白い面々とですね、うんうん、こう毎日話し合いながら和気あいあいと楽器をしているのが楽しくて、うんうん、今現在続いております。なるほど、だから坂田吹奏楽団の先輩が、まあ、うまいなと言ったことが彼の人生を変えてしまったわけですよね。それはね、下手だなって言われるようだね絶対もう下手、もうそう言ったらそれも人生を変えちゃいますから。人生変えるから、やっぱ大人の一言って重たいよ。重たいし気をつけないといけないなと、うん、先生の一言すみません、卒業生の皆さん申し訳ございませんでした。菊池さんは楽器を始められたのはいつのタイミングから、う
私も小学校の時にマーチングバンドに入っていまして、あのトランペットをその時はやっておりました。あんたフルート入れてたよそうなんです、フルート、はい、今はフルートなんですけど、本当はそのままトランペットを続けたいなとも思ったり、あの中学校に入った時にトランペットに行くか、でもサックスかっこいいからサックスもいいなとかいろいろ思ったんですけど、あのやっぱり人気もいろいろあって、でその時ちょうどフルートが空いていて、でフルートの、あのマーチングバンドの時の先輩がフルートの先輩にいまして、フルートにおいでって言ってもらって、それでフルートをすることになりました。坂田吹奏楽団の存在はもう、学生の時からよく知っていたんですけれども、あのすごくこう上手な人がいたので、ちょっとここの団には正直入れないなって実は最初思っていました。ただ就職した時に、楽団の人からラブレターをいただきまして、それがきっかけで、ちょっとしか吹けなくてもいいとか、もう本当皆さんうまいことを言ってですね、誘ってくださいまして、まず見学においでということで、じゃあちょっと見学に行ってみようかなって足を踏み入れたが最後と言いますか、パクッと言うよね。そうですね、そこで捕まったという感じで、でも入って後悔はしていません、はい、自分は中学の、部活動が最初でしたね。まだあのコンクールも何も出ないちょっと緩めの中学校だったんですけれども、そちらで3年間ユーフォニウムをやってまして、で高校でチューバをまだ3年間やったんですけれども、それ以降坂田に来るまで、大学入ってからはちょっとブランクがありまして、十数年楽器、生の楽器に触ってはいなかったんですね、はい。ただその時にちょっとパソコンの方でデスクトップミュージック DTM が流行りだした頃で、ちょっとそちらの方に傾倒して、自分でこうそういうバンドの曲をコピーしたり、そういう形でちょっと音楽的な趣味のことは続けてはいたんですけれども、で坂田に、引っ越してきて、前回も話しましたけど、妻の友人が団員だったという、そこから釣られまして、今ここに至るということです。ブランクがあっても坂田吹奏楽団では再スタートができるということですね。そう、10年ぶりに楽器を触って、それであまりこう音が出ないと言いますか、うまく吹けない自分っていうのに対して、あれ俺高校の時はまだこれ以上吹けてたぞと、これもう一回取り戻さないとなっていうのもモチベーションの一つでした。でその高校のレベルに自分が達した後はそれより上行ってるっていう、40代でこれ達成してるってすごくねっていう、そういうところもまたモチベーションになってますね。市民バンドは、10代から60代までいろいろな年齢の方がいます。なので、困ったことがあれば相談できるし、楽しいことがあればみんなで一緒にワイワイガヤガヤやっても、年の垣根を越えていろいろ付き合いできますので、私生活においても役立つこともあると思います。ですので皆さんも一緒に、何も敷居は高くありませんので、一緒にやられればと思います。そうですね、まず楽器を高校生で終わってしまってすごいもったいないことですから、やっぱり中学校高校どっちもやってきた人もそうだし、高校生だけでもそうですけど、やっぱりこう続けるっていうことで見えてくるものって必ずあると思うんですよね。で、うまい下手はあまりここはこだわらずに、ぜひこう飛び込んでもらいたい。怖いところもあると思うんですけど、実際入ってみるとこう職場と違ってですね、年功序列もないですし、おいっていうような関係の中でできますから、これはですね、怒ってるで怒ってるでやっぱりこう入ってみると、あ、楽しいなってことがたくさんありますから、ぜひやってもらいたいなと思います。そうですね、いろんな新たな人との出会いっていうのがすごく楽しいなと思います。いろんな、例えば仕事で困ったこととか、家庭で困ったこととかを誰にも言えなかったりしても、ここで出会った仲のいい人にちょっとこうだんけーあだんけーっていう風に相談とかもいろいろできるので、すごくそういった人との出会いはおすすめです。ぜひ皆さん入ってください。中高生の、吹奏楽部と一般のバンドで大きく違うところは、卒業がないんですよね。3年間で終わりではなくて、体が動かなくなるまでできるっていう、
そういうところが、まあ、自分としては魅力だと思ってます。ここの段に来て練習に来て、あるいは本番に来てパンと音を出した時に、その音と合う音を出してくれる仲間がいるってことは、でそれがまあ十数年続いてるんですよね。これは自分としては奇跡だと思いますので、そういう奇跡を、ちょっとした奇跡を持っているのが社会人バンドの醍醐味だと思います。グループホーム探すに作ろうかって話もしてるんですよね。なるほど。依頼演奏をこなして自分たちの食い道は自分たちで稼ごうという稼ごうと入居第1号に武田明をお願いしたいと思います。吹奏楽への道ということで、たくさんのお話聞かせていただきました。武田さんどうでしたか？市民バンドはやっぱり楽しいと思うんですよ。中学校高校での6年間あるいは3年間でせっかく覚えた楽器をやめてしまうのはとってももったいないし、それから中学校6年間例えば中学校高校で6年間やったとしても吹奏楽のねほんのちょっとしか体験したことになってないんですよね。もう作品いっぱいありますもんね。いっぱいありますから、私だってもうやりたい曲はあるんだけどまだ演奏したことがない曲たくさんあるんですよ。そういうのに触れていくってすごく楽しいんですよね。だからぜひ長く続けてもらいたいと思いますね。本日は坂田吹奏楽団の皆さんにたくさんのお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。